英語は正直自分自身も三田修がうわ面倒って思いましたね。なんかするかもなって予想は正直当たってほしくなかったと。いやちゃんとやった子は取れんだろうな、今年が難しかったんじゃなくて共通テストはこういうものだと思わなきゃいけないんだなっていうのが、やっぱ本質をちゃんと見てらっしゃったんだなっていうのは。では始まりました、アムテチャンネルです。さあ、今回の中村先生においていただきました。はい、ハローでー、はい、共通テスト終わりましたね。そうっすね。どうでした、はい、中森先生の感想は。まあ、おおむね予想通りというか、事前に動画で言ってた感じにはなったかなっていうところですかね。そうですね、いろいろね、はい、武田塾チャンネルでもね、はい、答えてましたもんね、中森先生、うん、そうですね。難易度上がるとしたら英語リーディングはやばいかもなって2人で話したりしてましたもんね。そうなんですよ、結構ですね、はい、当たってるとこいっぱいありますので、はい、過去のね動画見てもらえればいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、トイック的に難しくなるんじゃないかとかですね、はい、下手だって数打ち当たるじゃないですかね、ちゃんと考えて言ってましたからね、はい、数 1A のやつとかもね言ってましたもんね。そうですね、まあ、難しくするのが簡単な試験みたいな話はしてたかなと、うん、やっぱりその新しい形式に対応できなかった人がボコボコやられてしまったっていう感じですよね、はい、しかも同じジャンルの文章が出るとかじゃなくて、うん、解放のプロセスを覚えなきゃいけなかったっていうところも、まあ、はい、そんな感じでしたね、出し方が。中村先生どうでした、実際。いや、自分も全曲は一応見たんですよ、はい、まあ、ある程度解き込みもしましたし、うん、結論としては、いや、ちゃんとやった子は取れるんだろうなっていう、うん、特に二次の対策してた子は普通に取れてる可能性高いかなっていう。なるほど、なるほど。でも英語は正直自分自身も見た瞬間うわ面倒って思いましたね。そうですね、やっぱ3とかね、はい、4とかの大門の面倒くさいですよね、あれね、はい、あと辛いなと思ったのは、まあ、政治経済。あ、来てました、コメントがめちゃめちゃ来てました、政治経済が。疲れましたね、見る。そうなんですね、やっぱり体力持っていかれる感じでしたね。なんか頭すげえ使うなみたいな、うん、やっぱり。じゃあ、はい、その英語数 1A、 そして整形、はい、まあ、数 1A はでも共通テスト対策しっかりやってた人はそこまで、まあ、戸惑わなかったのかなと。まあ、むずいはむずいけど、うん、センターやってるときつかったかもなっていう、ね、ああ、なるほどね、うん、走ってましたしねでもね、このなんかするかもなって予想は正直当たってほしくなかったと。今年のこの状況で、うん、いやー、なんかさせんなよとは正直思いましたね。リーディングなんかさしちゃあかんだろうって、みんな点取るつもりだったのにっていう。そうですね。例えば武田塾生は武田塾模試も今回あったし、はい、まあ、Z 回実践模試やっといてって話も全校で言ってたから、うん、ある程度そのやってたから、まあ、ギリギリじゃない人たちは結構対策できてるはずなんですよ、うん、で、武田ちゃんの見てた人はできると思うんですけど、はい、いや、例えば高校しか行ってないとか、はい、予備校もなんか休校になっちゃったみたいな人もいるわけじゃないですか、うん、はい、ですね、それでこの形式出されて、そんなの対策してない方が悪いでしょって言われても、そりゃちょっとないだろうっていうのはちょっとやっぱ思っちゃいますよね、うんうん、他の教科とかもやったんですか。でも言いました、はい、まあ、でも特に思ったのはその辺ですかね。他もまあ簡単難しいそういうのがあるんですけど、これセンターとあんま変わらなくねっていうのもありましたし、そうね、あとコメントなんか世界史がみたいなのが来てましたけど、なんか読む量が多かったよみたいな、はい、まあ、そうですね。でも世界史は正直もともと時間かかる科目でもないんで、よほどギリギリじゃない限りは、うん、しんどいっちゃしんどいけどぐらいですかね。まあ、おおむね予想通りというか、うん、はい、なんかいろいろ出てましたね。ブラタモリが当たったとかわけわかんない。チリはなんか結構毎年騒ぎになりますね。なんかムーミンがあるのもありましたね。ブラタモリが的中とか意味わかんないから。的中させようとやってないからブラタモリ。そうっすね、有名なとこだから。そうっすね。今年の状況って意味で考えたら、初年度としてはエグかったかなっていう感想ですかね。統括すると、もうちょっと優しくしてあげるべきだったんじゃないかって。まあ、しょうがないですけどね、こればっかりは。なんか、まあ、今まで言われてましたからね、新形式のものは優しくなるんだとかってね、はい、嘘ばっかり言いやがってみたいな、許さないみたいなこと言ってる人いますからね、そんな。言われてますけどって言ってましたからね。いや、でも英語は簡単すぎでしょって話もしてましたからね。そうしてたんで、はい、英語はちょっと簡単すぎるから、何かしら絶対難しくしてくるはずで、難しい単語とか構文使えないんだから、まあ、トイックっぽくしてくるだろうっていうね、話をしてたんで、まあ、やっぱりね、長い文章で、そして照らし合わせが多くて推測させるっていう。あとは僕も結構これ言ってたんですけど、作成者側がそんなに難しいと思ってなくて、出したら難しいと思われたケースが結構あるんじゃないかなっていう。なるほど、なるほど。超上級者たちできちゃいますからね。正解を知ってる人からすれば簡単だったりするんですよね、うん、でも分かんない人からすると何していいかマジで分かんないとか、うんうんうん、すごい時間ロスするっていう感じだったんで、まあ、来年以降もそうなんじゃないかなっていう感じはしますね、うん、今年が難かったんじゃなくて、共通テストはこういうものだと思わなきゃいけないのかなっていうのが率直な感想ですかね。
どうなると思います？変わるとこ出ると思います？数 1A と 2B でだいぶなんか傾向違うじゃないかとかってね、はい、言われたりしてね。例えば英語だと前にその紹介したやつだと、あの決めると面白いほどの2冊が全然構成が違うっていう話を実はしてて、竹岡先生が面白いほどの方出されてるんですけど、はいはい、共通テストの対策しつつ、うん、素の実力をつけようみたいな感じで、今回の試験の形式にもうドンピシャったんですよね、うん、形式に惑わされて思考調査だけに追い求めるんじゃなくて、素に実力がないといろんなジャンルに対応できないからみたいな感じだったので、あれやった人は結構対応できたんじゃないかなって気がするんですよ、ね、なるほど、はい、竹岡先生素晴らしい。やっぱ本質をちゃんと見てらっしゃったんだなっていう感じはしますよね。まあ時間がない人は当然共通対策メインでやってたと思うんで、思考調査ですね。なんかそれで身につけなきゃいけなかった力ってプロセスじゃないですか、どっちかっていうと。だけどジャンルを見ちゃった人は結構多かったのかなって。そうなんですね、多いですよね、はい、偉人が出ると思ってたりとか、はい、なんか料理が出るとかですね、はい、ジャンルでそれが出るって勘違いしちゃった人たちは、うん、結構大変だったやる。これ来年以降もう絶対ここに決めといた方がいいのが、傾向は毎年変わる可能性高いよっていうことですね、うん、問題のジャンルって意味だとっていう話、うん、そうね、だから国語なんかもなんか小説が出るのかなんか詩とかが出るのかみたいな話とかになってましたけど、どっちも出す可能性あるっていうことなんですよね、うん、来年以降も。今年がこれだから来年も同じの出るってわけじゃないってこと。そうですね。国語どうでした？国語は古文が、はい、いや罠だなとは思いましたけど、っていうのはまあ普通かな、うんうん、漢文めっちゃ簡単だな、やっぱりそう、ね、古文あれ簡単じゃねって思ったらこれ罠だなみたいな、あれ選択肢意外とむずいぞみたいな感じでしたね。やっぱりそうだったわけですね、はい、やっぱ中村先生もそういうふうに思ってたわけですね。なんだこれ、これ本当に正解でいいのかな、結構なんか不安でしたね、本当にこれ合ってんのみたいな感じで、なんかえマジこれでいいのっていうか、これもこれ罠じゃねみたいな感じで悩みながら解いてた感じですね、はい。3日科目もやりました。あ、見ました見ました。さっき出した1位とかその英語のリーディングに比べれば、まあ概ね対策してる人はそこまでやばくはなかったんじゃないかなっていう印象ですけどね。まあ総括するとセンターよりもむずくなったなとか来たなみたいなのがあった感じですかね、はい、まあそうっすね。で共通テストで言ってた思考調査は、まあ、問題は変わった部分はあるけど、うん、意図は全部引き継いできたなっていう、出題意図っていう部分がっていう感じでしたね。どうなっていくと思いますか、これからでも。だからやっぱりその出題意図さえ満たしてればどんな問題でも出すぞっていう、まあ、決意表明じゃないですけど、うん、まあ、そういうことなんかなとは正直思いましたね。毎年なんか秘宝この科目、はいはいはい、傾向全然去年と違うみたいなのが毎年のように出るんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。でもそもそも傾向を同じにするつもりがない試験なんじゃないかなっていう気がするんですよね。だからリスニングみたいに、まあ、そうしようと思ってもなかなかできないものなの、はいはい、まあ、変えちゃったらすごいね、難しくなっちゃいますからね、リスニングなんかは。でもリーディングとか国語みたいにその文章が変わったら、うん、それだけである程度やんなきゃいけないことも変わっちゃうようなものっていうのは、文章ジャンルなんかいくらでもいじれるようなって正直思ったんで、うん、だから割とその今回の国語なんか現代文は特になんか共通テストだけど、まあセンターっぽくいいみたいな思った人も結構いるかなって気はするんですけど、うん、でもなんかそういうのじゃなくても出せちゃうんですよね。そうですね、うん、それが怖いっていう。国語参考書とかも絶対たくさん出てきますよね、はい、どういうの期待したいですか、こんな参考書。手順書欲しいなって。お、解き方の手順書、うん、なるほど。先生の目線が欲しいなっていう、回答者の目線って言ったらいいんですかね、うん、例えば森田先生とか僕がその英語の問題とか数学の問題解くってなった時に、うん、この情報からこういうこと抜き取るよねとか、はいはい、この問題飛ばすよねっていう自分の中のセオリーってあるじゃないですか、はい、そうですね、だから今回だったら英語のリーディングだったら大問3と4はうわめんどくさい後にしろっていう、うん、風に思うとか、はい、森田先生は全然それでもいけたと思うんですけど、僕はすごくめんどくさいなと思って解きたくなかったから5、6から先に行ったんですけど、うん、今回いやそれは正しい判断だと思います本当に一瞬すぐ諦められる力というか、もう別に最悪ここ解けなくてもみんな解けねえだろみたいな、うん、開き直れる力ってやっぱ経験値じゃないですかこれって、はい、でもこれが初めて受ける人にはないのかなって気がする、うん、これ YouTube で俺こう解いたよみたいな、あ、はいはいはい、っていうののそう解説動画じゃなくてこう解いたよ動画が欲しいなっていう皆さん出してる、うん、なるほどなるほど。竹田塾でもそういうのを出していけないかなっていう、うん、そういうのをもっと充実させられるといいんじゃないかなと。共通テストはなんか予想問題とかよりも手順書がいるんじゃないかなって、うん、なるほど、思った感じですね、うん、はい、どうやってなっていくのか、はい、来年の今頃その結果が分かるかもしれないですけど、はい、師匠の話してたら、はい、分かるかもしれませんが、はい、受験された皆様お疲れ様でした、でした、はい、で、まあ、2時に向かって
って思いつきないでぜひ頑張ってもらえればと思いますね。高1、2世はぜひ、ね、今言った中村先生の言葉を参考にして来年度以降頑張ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、中村先生においていただきました。ありがとうございました。